はい、こんにちは。中華堂絵画骨董買取プロの田中です。後ろにある軸は村上画学という作家の、軸になります。こういうですね、観音様の絵を描く作品が非常に多い方です。皆さん箱が切ってみたことありますか？箱はこんな風にして素晴らしい字で描くんですね。村上画学の場合はこれトモ箱ですけれども、トモ箱というのは本人が本人が描いた作品のことをトモ箱と言います。表書きに画題と本人の字を両方描いているというあれですね。だから裏には何にもないですね。こういう形式のものは比較的珍しくてですね、というのは大体表に画題、裏に作者名という人が多いんですけれども、画学の場合はこういう形式を取ることもあるということですね。ということで、画学の作品、この作品を求めになりたい方もご連絡いただければ結構ですし、また、売りたい方、もしいらっしゃいましたら、ぜひ、こちらの方までご連絡ください。お気軽にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。